ルテンの海が全九冊九部刊行となりまして <coughs> <え>おめでとうございます。責任を果たせたっていう気持ちですね。だから書いてる途中何度もね未刊の対策ってあるよなって思うことですね。<laughs> モデルとなられたご両親も今どんなお気持ちかなっていうふうに考えたりもしますね。うそうですね。えー この小説の,あの一番の魅力っていうのはもうとにかくこの熊子がね信人に「お前の中に空よりでっかい宇宙があるお天道様も月も星もぎっしり詰まっちゃる」っていうセリフがありましてねあこれもあの将来この子が。 作家になっていくのにね必要なものをもうこの子は持ってるんだってことを見抜いてんだなと思ったんですよね <laughs> まあ無茶苦茶な父でしたけどねんで母にとっては非常に困った亭主でもありましたしねま商売は失敗したし、えー、最後ああいう形で亡くなっていきますけども、うん、なんかこう人間に対する大きな愛情というものがあった人だと思う